中の皆さんどうもこんばんは、今日はね、ごチャンネラーどもをね、何考えてんだってことでね、今ちょっとね、暇だったんで見てたんだけど、ちょっと見ていくよ。これね、見てたのよ、いろいろ。ちょっとこれ、ちょっと声うるさい、声ちっちゃくしようか。これさ、見てこれ、これね、ごチャンネル皆さん知ってますかね。5チャンネル勢いランキングね、これバッスリ勢いランキングで1位、島のリールとこうやってあってさ、レイドジャパン、マスゲン釣りチャンネル、バスプロの不倫、レイドジャパンの金森隆さん、これいろいろ大和ロットとかね、いろいろね、5チャン狙って人がいるんですよ。狙っていうのは、まあ、落書き掲示板みたいなものでそこでね、でこうあったらさ、ちょっと見ていくよ。ここ見てよ、この12位のとこにさ、リビングレジェンド、リビング高橋魚神を語るスレー言って、12位ランクしとるやないか。言ってもまあ大して人いないんだけど、ちょっと見ていくか、で今ずっと読んでたんだ、暇だから。でさ、バス釣り YouTuber を、これはね、バス釣り YouTuber を語るスレーっていうのがあって、ちょっと気になるのがあったんだよ。ちょっと陽介静かにしてくれよ、陽介静かにして。これさ、これ見てよ、これね、バス釣り YouTuber を語るスレ、今これをこう見てた、見える、ね、バス釣り YouTuber を語るスレと、バス釣り YouTuber を語っとると。で、俺も一応バス釣り YouTuber なわけよ、まあそんなバス釣りやってないけどね、そこまでバス釣り好きじゃないけど、もう皆さんね、バス釣り YouTuber の人たちはね、バス釣り好きすぎて、まあ俺はね、あの月に3回ぐらいのレベルなんでね、大体この5年間だいたい平均すると、1ヶ月あると3回釣り行くみたいな、年間36回長考だから俺は、多くて50回かな。だからそこまで好きじゃないんだ、バス釣りでね。こうやって書いてくれたこの人、623ね、魚神さん世界最強って、ね、おおありがとうって、ちょっと拡大しようか、ね、見える、魚神さん世界最強ってこう書いてくれて、そしたらその下見て、これここ魚神とか見てるの外事だけやろうってこいつおもろいやん、こいつこれね、魚神さんは世界最強って、俺の信者かわかんないけど書いてくれて、俺も嬉しかったんだよ。あ、俺の名前が出てきたって嬉しかったんだよ。そしたらさ、魚神とか見てるの外事だけやろうって、外事ってなんだよお前、失礼なやつだな本当に、ビュンビュンビュンとか言って釣りドライブさんもファンティアで小銭稼ぎですかって言って、ファンティアって何なんだよこれ。でも結構こう勉強になるよ、あの5チャンネルの人たちってさ、あの歯に衣着せないから、あの言いたいこと言うからさ、こいつら結構見るのね、面白かったりする、悪口多いけどね。で俺の悪口も結構多いのよ、これね見て、ちょっとゆっくり見てこうよ、何書いてんのこいつら。K ってチーフシみたいなやつ、どういうこと、また悪口か。 K さんの悪口やめてあげても、ここで傷つくから、こいつら人が傷つくとか分かんないからな。これ見て、 K ってすげえ神経質そうだよな、理由に小さな犠牲って時でそれの興味失いそうっつってね、こういうもう何やっても文句言うんだよこいつら。なんだこれ、ちょっと興味ないのは飛ばしていくね、ちょっと興味あるやつだけ拾っていくわ。なんか面白いコメントないな、こいつらも悪口書いてくるからな、本当にしょうもない、なんかろくなコメントないな、バス釣り好きな人が見てんだなこれ、これ早く謝れバカとか言ってね、まあストレス溜めちゃって、何考えてんだよ本当に。Kさん人気だね、K 自体
ノーグレービューするしか能がない、人の運動して相撲取ってるやつやから言って、まあただ人気があるもんはな、しゃあないわな。 K さんは人気あるから、人格があるからな、うん、これ来た783高橋っつって、俺は書き込んでねえぞ、うん、気持ち悪いから、おけいさん人気だね、ねえ、うんうん、けいさんの話題がちょこちょこ出てる。けいキッズっていうのがいるのか、ひどいなかな、けいさんは私服にもこだわってるから、そこら辺の量産型 OL とかでは満足しない。何考えてんだよほんとこいつらな。これ妬みが狙うの妬みが、おお、 K さんの話題がよく出てるな。うん、釣岡マスゲンカスブラなんかの同ジャンルの人気とこの BGM や効果音をパクるやつってセンスないよな。まあ確かにね、音楽は自分の好きなのがいいよね。かぶるとちょっとねイメージがついちゃうから、俺もあんまりかぶらないようにしてるかな、効果音。K がハゲてるのか、 K さん人気だね、話題に出るね。 K さんはハゲてないだろ。ハゲてるのか。ちょっと記憶にないけど、ハゲてなかったと思うけどな、人気だな、ここにコメントが来るって。あとはこいつらなんかもうしょうもない話してるな。何とか言っとるしこいつら。解説系によくあることだけど、最初から最後まで解説で終わって超過がないってのが多すぎる、後半は解説に沿った方法で超過を出す映像になっていればいいのに。あ、こういうコメントは参考になるね、動画作るときに。まあ魚が釣れてるシーンも入れろよと。ちょっと頭おかしい人いるからな、狙うわ。お薬増やしておきますねってカウンセリングも受けましょうかねって俺も言われたからな、心療内科に行きましょうってお医者さんに。頭おかしいんだよ。あとはないな、なんかいいコメントがないな。今現在見応えのあるバス釣り YouTuber はK、マスゲン、バスハック、これくらいかなっつって。なるほど、バスハックさんって俺見たことないな。K キッズが来た。マルコスの方が有名やった。マルコスさんで人気あるからな、今一番マルコスさんっていう人が多分一番数字持ってんじゃないかな、一人でやっててね、動画出したら20万再生くらいいってんじゃないかな。なんか一人でやってて多分釣りで一番かもね。まあ一人だからね、ネタも尽きてくるかもしんないけど。また悪口書いてるなこいつら。ひどいなネラーども。YouTuber のコメントしてるやつ、アホなこと聞いてるやつは多いな。リールのブレーキシューは何個オンにしてますかとか、ブレーキの強さいくらで使ってますとか、アホやん言うて。ネラードもひねくれとるかな。お、俺の話題が来た。大ちゃんって昔魚神の動画にチラチラ出てた人って、それ東大輝さんのことやな。これ魚神のシーンが間違っとるわこのバカ。ネラー変換しろしっかり。本当に魚に島田紳助の死んだよ、分かったか。本当にどうしようもない狙うが。なんかろくなコメントないな。ただ狙うどもたまにいいこと言うんだよな。30個ぐらいコメントがあるとね、1個ぐらいはね、なるほどってコメントもあるからね、結構その
こいつら性格ひねくれてるからねらってやっぱろくな人間いないから、だからやっぱりそういうろくなでもない人間ってね結構見る目はあったりするのよ、性格ひねくれとるから。だから結構勉強にはなるんだよ、これ5チャンネラーの人たちの気持ちを僕はね心理学的になんでこいつこんなこと書いてるのかって研究するのがね結構好きだよね、うん、これはバス釣り YouTuber のスレですね、うんうん、日立野さん K って村上とまた金払って出てもらってる、全然話題になって結構でも再生数取ってたんじゃないの、うん、金払って出てもらってんじゃねえでしょ、普通に意気投合したんじゃないの、うん、うん、あもみこみさんのことも書かれとるな、やっぱ釣りガールか道具基地のチャンネルしか伸びないってK さんの掘り口はやめろとか言ってあいつらほう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 、俺エナジー福田さんって人名前はよく聞くんだけど見たことないな、うん、うん、来ました990、信じられるのはアキラさんだけってこれ伊島アキラさんですね、うん、熱狂的な伊島アキラ信者がここに現れてきてる、なるほど、こんな感じでバス釣り YouTuber のスレっていうのがあるね、7もあるよ見ていくか、うん、あソラさんって人俺見たことないな、うん、釣りドライブのサイサリスがバズビートの広角になってる、うんうん、もみ込みの動画来ねえなって、もみ込みさんも結構日本一周して話題になってるな、結構見るとね知らない人の名前が結構出てきて、結構僕バス釣り YouTuber が多すぎてねもうほとんど見てなくて釣りの動画を、結構知らない人だらけなんだよな、うん、ソラさんって人がコメント出てるな、うん、いろんな人出てるな、宇宙猿の悪口はそこまでだとか言って悪口書いてんじゃねえよ、これスペースモンキー TV に宇宙猿とか言ってこいつらもひねくれとるからな、いろいろなあだ名つけちゃうから最近無名の女の子で面白いの見つけた、結構女の子だとね初めて2ヶ月ぐらいなのにもうね2万再生3万再生ぐらいはされちゃったりするもんね、女の子強いよ、さやかさんの悪口を書いてる人おるねこれね、うん、K はサムネ詐欺とか言ってそんなことないと思うけどね、うん、あこの名村さんとさやかさんの対決こいつらも、書いてあるよ、 GRS ガレージスペースモンキー TV ソラランラモミコミ日々厚みたくも胸くそ悪いので見る価値なしと思っているまあこれは好みだからな、うん、好み好み、自分の好きなタイプとか嫌いとかあるからね、こんな感じです、はい、じゃあ今度自分のねこれ見ていこう、みんなで一緒に読んだろう、もうこいつは狙うのも頭おかしいからさ、たまに相手してやらないと犯罪を犯すから、うん、ちょっと読んだるわもしゃあないが、ねこれ僕のね悪口掲示板があるんですよ、リビング高橋巨人を語るスレ6リビングレジェンドを得てね、釣りガサガサ、庭師、錦鯉繁殖家映画監督シェフ白猫語りマルチに暮らす奇才高橋巨人ってちょっと褒めてくれとるな、ここはもういい傾向だぞお前ら、もっと褒めろよでもやっぱり見てこれ、いきなりさ ID つけろバカとか言ってもう性格がひねてんだよ
もうバカとか言っちゃうからね、ほら黙ってろバカって病んでるでしょ。クソスレ終了、オレンジパピオンライブでコメント鬱陶しいねこいつもライブを来とるやつやな、この5番のやつ、何考えとんだよ本当に。俺パピのライバルだなってことは、童貞かニート YouTuber のあいつかって。お前ムスカやったっけ、どっちでもいい、チンカスとか言って。あ、いい人が来た、2021年の1月1日にね、こうやってタカちゃん明けましてって、明けましておめでとう、ライブにこのやつ大量に混ざってんだろ、ゲロったのはオレンジパピオンだけっつって神様視聴者にお年玉をお恵みください。無理だよお前、本当に動画がお年玉だよ本当に、こびってせびってくんじゃねえよ本当。ギリケンがかなりダメージを与えたようだぞ、もう言うなよ、絶対言うなよ。でこのコメントはね、僕のことをねギリギリ健常者って言ってるんですよ。まあ普通の人だったら怒る場面ですけどね、自分も心広いからどうでもいいんだけど、だから僕のことを頭が悪くて、ギリギリ健常者みたいなっていう風に言ってるってことね。チャガエフは割とここで褒められてるのに、それが勘に触ったのか、なんて書かれたか言わなかったな。飼育方法や加工の顔についても触れないし、歌書いてるやつが危ないって言われちゃって。一つだけ言わせて、ヘボいんだわって。これ僕の口癖をパクっとるね、このバカ。釣れたんかって、これも僕の口癖。いい子たち多いね、ファンだね僕の。あの絶叫癖になる説教 ASMR とかやってくれ。チャガエフも専務もカメリンも高橋の話は適当に流して聞いてる感じだなってあんなのが自分の上司だと思うとゾッとするって悪口言ってくんじゃねえよこのバカ。海釣り動画見たいな、またおじさん姉妹で行ってくんないかな。いい、ちょっとコロナが明けたら行きたいね、おじさん姉妹でね、みんなで行きたいね。小学生が作ったようなクソ動画ばっかりっつって、黙れよこら。タカちゃんここの書き込み気にしてるんだね気にしてるっていうか面白いから見てんだよバカだなと思ってスピンボイ。昨日の動画の1時間55分あたりでチャガエフの動画で2億再生いったとか話してるけど、どの動画、マニアジャパンにも高橋太陽にもそんな動画ないけどって、これはねゴキブリの動画でね、あの動画削除されたんじゃないかな。2億回再生30億の錦鯉映画監督、これらは全て高橋さんの古代妄想だよって30億の錦鯉っていうのは嘘だな。この子たちファンなんでね、2チャンネルはもういい子なんだよ。チャガエフよ、撮影が長いとか文句を言うなよ、やる気あんのかって、こっちは無駄に長い動画が見たいっつって。この子もええ子やね。でこいつ、こいつなんか、こいつさ、なんか俺を殴りたいってやつがいるんだよ。あとタイマン張りてえとかさ、まあ、中学生じゃないんだからさ。タカちゃんチャンネラーに説教されてムキになったらあかんよっつって、もう怒る気力もないわこっちはお前。面白いコメントないな。犯罪よく来たぞ。素人商品レビューの頂点にいたのが高橋くんだったのに寂しいよ。最近は錦鯉ばっかりじゃねえかよ。硫酸巻いたろかって。おい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 、お前下手なこと書いてんじゃねえ。お前犯罪予告じゃねえか、お前硫酸巻いたか、お前人殺しかお前。気をつけろよお前コメントに。
編集やコメントは白っぽさがずっと抜けないけど、そこがタカちゃんの最大の魅力なんよ。他の人は大体プロの浮世絵うんちくベラベラ。最近僕のことタカちゃんって呼んでくれてね、嬉しいですよ。うん、ゲンマスは飯食うために進化していった、魚神は変わらない変われない、生きる伝説というより生きた化石。もう魚神の神が間違っとるぞ、おい素人が本当に、書かれてるね。あなたはネガティブですから、タカちゃんさんの説法を聞いてくださいと。これまた来た。高橋さんはここに書き込みしたりするのちょっと気持ち悪いからしないよ。頭おかしいんだからお前ら、これ見てね、これ高橋とタイマー張りたいとか言ってお前中学生なのかもうこっち大人だからさ、もうタイマンとかいうのも、ちょっと理解苦しむんだけどな。こういうねセクハラを言ってくる人もいる。美少女カメリンのヘアヌード写真集を出せとかさ、何考えてんだお前ら。またおる、高橋君と喧嘩したいって変なこと書いてんじゃねえよお前怒ってる高橋は日本一面白い、怒ってない高橋はつまらない。うん、怒る気力がないっつってんね、だから、最近はアンチを被害者だとか言ってるけど、以前にはアンチコメントを真に受けて感情爆発させてたあの頃の高橋が懐かしいよな。これも老いなのか少し寂しいよ。高橋よ、芸術は爆破だならクソ動画はなんだ。黙れ。おかめちゃんって誰やん。ヒイラギ帰ってきてくれっつって。IQ がどうとか言っとるな、面白いコメントないな。2021年初のタカちゃんフィッシュはいつ聞けるの。4月かな、顔出さなくても釣り動画ナンバーワンの位置に君臨する、ナンバーワンじゃないだろうもう前からナンバーワンじゃないぞお前。再生回数見てみろお前、1500回だぞ最近。つまらんなこいつら、何を考えてんのこれ、空想だよこれ300泊水上生長らしとかアホかお前。あ、いい人がいた、高橋パー言ってる暇あるなら釣り行かんかい、菊んちも誘って行かんかい、風邪ひかないように暖かい格好して行くんやでっつって。だからうちの子チャンネルの子たち結構ねいい子が多くてね、悪になりきれてないっていうか腐りきってないいい子が多いんだよね。ネガティブ高橋とチャガイフ、なんだそれ。スティーズのインプレ動画見たけど IQ 低い人の特徴満載だった。
そうかそうか、俺は IQ 低いのか。 IQ テストなんかやったことないけどな。低いのかな。IQ でマウント取る社会人どこに重要ある。 IQ 俺普通ぐらいじゃねえかな。ウォシンって言って。早くカメリンと結婚して幸せにしてあげて男の子を授かってほしいとか言って。こうちゃん。またおった高橋の夜とタイマン張りてえってお前誰やお前大丈夫かお前、まあ、変なお薬飲んでる人も多いからな。たまにでからツイキャスライブやってほしい。若い女の子が迷い込んできた時のおじさんの魚子神社との絡みは哀愁を通り越した地獄絵図なるほどな。王ちゃんが悪口言われてんの。来たねっとり探偵事務所。カメリンにカーフキック100発とかアホなおっさんだな。つまらんなこいつら。ライブでも中二病言われてた。タイマンの件やめろって。お金ちょうだいってなんやお前。ぜひ生で拝見したいですね。人見知りとお聞きしてるので拝見させていただくだけで。こいつ次のライブで5チャンネル代表で電話してやるよっつってさ、電話待ってたのにな。電話してこいよ。あ、モンキッキー陽介独り占めするんじゃないよっつって言った人いるぞ。魚神さんのライブ楽しいんだけど、もうちょっとマイクから離れてほしい。飲み食いしながら話してるから咀嚼音を拾いすぎて。あ、そうなんだ。コメントで教えて。それはこっち分かんないから。なんかマイク1メーターぐらい離した方がいいっぽいね。30センチ50センチぐらいだと咀嚼音まで拾っちゃうか。これさ、魚神くんの顔面見たいって天パの小汚いおっさんや繁華街の道端に転がってるやつと同じ見た目とか言って、あの天パではないぞ。あの小汚いおっさんっていうのは認めたるわ。これな、小汚いおっさんだけど天パではないからパーマかかってないから変な空想お前やめろよお前こういうやつはさ、あの釣り場でさ、あのライブとかやってるたまに言われるんだよね。昨日あそこで釣りしてましたよねとか言って、してねえよつって。だから俺と関係ない人を見てさ、俺だと思い込むのやめろよ。
高橋哲也さんと似てんのかな俺に。また来た、魚神の顔殴りてーっつって。僕は結城、結城くんって呼ばれてるけど結城って言っていいよって。魚神動画云々より信者がキモくて動画見なくなった。このスレ久々に覗いたら相変わらずキモくてなえたって。そうかそうかっていう感じでね、ちょっとつまんなかったなこれな。まあいいでしょう。これね、この高橋魚神を片づすれ65もあるんだよな。魚神見とるんか、見とるやろ魚神。そろそろ不動の名人フィッシュの前にビッグでつけろって話なんやけど、どうや。朝来のプレスリーも昔から使い分けして魚神のそろそろ。変なやつだなこいつ。変なやついっぱいいるなおねらは。やっぱ高橋さんとこの錦は育ちがいいなって。いい子もいるんだけどね、変な子がいっぱいいるわ。あ、これ見て、つまらん2時間映画は苦痛だよな。でも高橋さんの釣りは2時間見れるやん。釣り以外はクソだがやって。あ、釣りが好きなんだな。まあ釣り好きはな。最近ネガティブな遺憾みたいなことよく言ってるけど、そもそも魚神さんがライブでネガティブなやつばっかりエコひいきしてポジティブなリスナーを放置しまくった結果やで、ネガティブ信者を量産したのは魚神さんの自業自得。神様もネガティブなものに焼き矢刺しておられるのですって。信者なら言葉の中から読み取れるネガティブな言葉で芸能人を追い込むろくでもない心がけ、何も救われません。こんなことではまずは褒めることから始めなさい。神様は高橋様だけなのですって。いろんな人がいるな。なんだよこれ。なんだこれ、歌になっとんだろこれ。へいよ神様。なんだこれ。危ないなこれ。365日陰を踏みながら叫ぶとか言って、神様が吠える、ネガティブ思考の下世話な大衆よって。何考えてんだこいつ。これね、これなんか面白い。これ「ウォーウォートナイト神様ウィズジャングルデジ1番」とか言って、これあのダウンタウンの「ウォーウォートナイト」っていう歌の替え歌なんだよなこれな。たまにはこうして神様を罵るねらに、反論して反応を見てみたよ、純情を絵に描いたような心寂しいねらも、結局神様に甘えているだけよって。温泉でも行こうなんていつも話してる、それでもネラは結局ネットでぐっちぐち、全然ポジティブならずにネガティブマインド吐き出し、いろんなことから逃げたくなって、ウォー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 みたいな、神様って神様の優しさに甘え続けることで、ずっとずっと今までやってきた、それでもネガティブ治らず、上から目線の今夜も、今夜もなんとか自分で自分を守れ、ウォー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 神様って。ヘイヘイヘイ、たまにはポジティブなろうよ、がっかりさせない神様に答えて頭のおかしいいつものオイラを捨てるよ、神様を叩いていかなきゃ
何も起こらない夜にネガティブ捨てて自分を壊せっつって、うん、これウォーウォートナイトの替え歌考えちゃったんだな、これな、暇人なんだよなこれな。はい、ということで飽きました。5チャンネルね、もうちょっと面白いこと書いてください。全然笑えなかったわ。はい、そんじゃんね。何曜日惚れとるやろうちに、何曜日惚れとるやろうちに。